皆さんこんにちは。クッキングスクールリマの岡田です。今日はウイルスなどの感染症予防について、自分自身がどんな対応をしているか、そういうことをお話をさせていただきます。何をしているかというと、実はあんまり特別なことはしていないんです。ほぼ普段通りの生活をしております。ただちょっとだけ意識していることが位置にありますので、今日はそれをお話ししたいと思います。その一つは3年番茶です。朝まとめて、番茶を入れて、ポットに入れておきますね。それでまず梅生番茶を作ってまいります。まあ、作り方は、皆さんもよくご存知なんで、今更なんですけれども、まあ、梅干しの果肉を、こういうふうに、むしりますね。これを、入れときますね。入れました。そして、お醤油ですね。少々、まあ、小さじ1ぐらいかな、これを入れますね。あとですね、生姜のおろし汁、あるいは生姜おろし、こういうのをちょっと入れます。まあ、ないときはね、入れなくても大丈夫でしょう。そして番茶をどうでしょう、 120cc、140cc くらいかな、こうやって、注ぎましたね。こうやってこうかき混ぜて、ね、果肉をちょっとこう潰しながらかき混ぜていただきます。美味しいね。なんといってもね、これね、梅干しがいいですよね。見るからにお腹に良さそうじゃないですか。ね、それから番茶にはカテキン酸が含まれておりまして、これは強力な殺菌効果があるそうです。ですから、ちょっとした外出から帰ったら手を洗って番茶でうがいをすると、いうこともいいんじゃないかなと思いますね。はい、それから2つ目ですけれども、発酵食品と食物繊維のあるお食事をするということですね。僕は、お食事は1日2回なんですね。1回は玄米ご飯と、それからお味噌汁、お漬物を食べております、ね。それと同時に発酵食品、あるいは食物繊維のある食品、こういうものはちゃんと取れてるかな、ちょっとだけ、意識を向けておりますね。ウイルスに負けない免疫力を作るには腸内環境を、ね、整える、良くするということが大変大事だと言われておりますね。それには、発酵食品と、それから食物繊維の、豊富な食品をいただくということが大事だというふうに言われております、ね。発酵食品といいますと、ね、お味噌や、ぬか漬け、それから僕がよく食べるのは納豆ですね。また食物繊維ですが、水に溶けるタイプのもの、ぬるぬるした感じの海藻とかかぼちゃとかお芋の類、まあ、そういうものと、それからもう一つは、水に溶けない不溶性の食物繊維、玄米ご飯なんかもちろんそうなんですけれども、豆類とかごぼう、それから切り干し大根ですね。こういうものをいただく。両方のタイプの食物繊維をバランスよくいただくといいんじゃないかっていうことですね。ところでね、私はね、自慢じゃないんですけれども、宝くじには一遍たりとも当たったことがないんですね。だからコロナにもきっと当たらないだろうと。大変お気楽に考えておりますけどね。まあ、そんな冗談はさておき、いろいろ難しい世の中になってしまいました。ね、ここは一つ、皆様と一緒にマクロビオティックの知恵と知識を借りて、強く明るく状況に立ち向かっていけたらなと考えております。一緒に頑張っていきましょう。私のお話は以上でございます。ね、今回はご視聴ありがとうございました。それではクッキングスクールリマのお教室でまたお会いしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。